オーガ公式デモパックからフレネルリフレクションズリフラクションスベンチマークのスクリーンショット。レンダリングオプション16001200ピクセルオパングルレンダラ16フザ32ビット色振動オーガは試思指向の柔軟な3次元レンダリングエンジンでハードウェアアクセラレーションを活用した 3D グラフィックスのアプリケーションを容易に開発できるよう設計され C で書かれている。 ダイレクト 3D やオパングルなどの回のシステムライブラリーの詳細を抽象化したクラスライブラリーであり、ワールドオブジェクトなどの高度なクラスに基づくインターフェースを提供する。オーガのコミュニティは活発で、2005年3月には SOURCEFORGE.net でプロジェクトオブザマンスとなった。アンクなどの商用ゲームでも使われている。 1.0、0は2005年2月にリリースされた。現在リリースされている1、XY シリーズは1.7、2で2010年11月にリリースとなった。MIT ライセンスに変更されてリリースされており、フリーソフトウェアである。以前は修正版 GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスでリリースされていた。ライセンスの修正は LGPL で、 区別されているライブラリーの静的リンクと動的リンクを区別しないという点である。名前が示す通り、オーガは単なるレンダリングエンジンである。したがって、グラフィックスのレンダリングに一般的な解決策を提供することを目的としている。それ以外の機能も付属しているが、それらはあくまでも補助的なものである。ゲーム開発やシミュレーションの道具がこれ一つで全て、 揃うわけではなく、音声や物理計算などは別に用意する必要がある。この点が、ーガの弱点と一般に言われているが、このエンジンの利点と見ることもできる。オーガをグラフィックスエンジンとして採用すると、開発者は物理計算、入力、音声といったライブラリを自由に選択でき、オーガ開発チームは各種システムに手間をかけることなく、グラフィックスに集中できる。欧歌は、 明治的に ISS、d l CG ライブラリをサポートし CG ツールキットを含んでいる。オーガは1.7 0から MIT ライセンスに変更されてリリースされている。それより前のバージョンではデュアルライセンスで配布されている。これは多くのゲーム機における開発ではフリー、オープンソースのソフトウェアの使用を禁じているため LGPL 以外のライセンスで開発に 利用できるようにするためである。オーガはオブジェクト指向設計であり、容易に機能を追加できるプラグインアーキテクチャとなっていて、モジュール性が高い。オーガはシーングラフに基づくエンジンであり、各種シーンマネージャーをサポートしている。主なものとしては、8分目、BSP、ページングランドスケープといったシーンマネージャーがあり、他にもポータルベースのシーンマネージャーを開発。オーは 各種プラットフォームに対応しており、オパングルとダイレクト 3D をサポートしている。コンテンツ制作段階で各プラットフォームの機能を考慮しなくとも異なるプラットフォームで同じコンテンツを描画できる。このため各種システム向けのゲームの開発の手間が改善される。今のところプリコンパイルされたバイナリ版は Linux、MacOS 10、 Windows の主なバージョン向けに存在している。オーガは GLSL、HLSL GL、CG、アセンブラで書かれたカスタムシェーダーによるバーテックスフラグメントプログラムもサポートする。地形シーンマネージャーは累進的ロードをサポートし、累進的ロードは自動、または手動で生成できる。アニメーションエンジンはハードウェアによる骨格の重み付け、スキニングを 完全サポートしている。王子には合成マネージャーもあり、スクリプト言語やフルスクリーンの後処理で HDR レンダリング、ブルーミング、サチュレーション、明るさ、ぼかし、ノイズといったエフェクトをかけることができる。また、パーティクルシステムは各種エフェクタやエミッタでカスタマイズ可能である。ライブラリーにはメモリデバッグ機能もあり、アーカイブからリソースをロードすることもできる。 各種 3D モデラー向けのコンテンツエクスポートツールがあり、サンディスタジオマックス、マヤ、ブレンダー、ライトウェイブ、ミルクシェープ、スケチャップなどに対応している。オーガの機能の概要全般はこちらにある。Google Summer of Code 2006でオーガは6人を受け入れ、以下のような既存のエンジンの拡張や新機能の追加を行った。各バージョンのブランチ名は、ハスターハスター。 アザトースアザトース、ダゴンダゴン、エイホートアイホート、チャーガスショコス、カスケクトゥグは、バイティスバイアティス、ギャデマンがダモンとなっており、エイチ。オーガーの他の言語やフレームワーク向けの各種バインディングが存在する。例えば、パール、プユブシック、パイソン、ルビー、ジャバ、ネットなどがある。ありがとうございます。